ルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、前から気になってましたやつを買ってみました。ちょうどですね、おー雷鳴ってるAmazon プライムデーがこの間あったと思うんですけど、その時にですね安くなってたので買ってみました。車の中でスマホを固定するマグネットですね。マグネットスタンドでいいのかな、ちょっとなんて言っていいかわかんないんですけど、いろんなスマホのホルダーがあるじゃないですか。吸盤で車に取り付けて、こういう開いたりとか、こうこっちかなとか、いろいろあると思うんですよ。でいろいろ考えてたんですけど、今回は使ったことないやつを試してみようかと思いまして、今回はこのマグネットタイプにしてみました。まあこれが安かったっていうのもあるんだけど、今使っているスマホ、ファーウェイの P20 ライト、買った時に入ってたシリコンのカバー、このままでも良かったんですけど、今回このマグネットに合わせまして、一緒にカバーを買いました。まずこれがマグネットのスタンドかな、こんな感じですね。そして P20 ライト用に新しく買ったカバーがこちら。ちょっと青みがかかってるんですけど、後ろに磁石とリング付きっていうので買いました。まずはこっちを交換してみましょう。うん、できた。 P20 ライトがもともと裏は青だったんですけど、さらに青のこのカバーをつけたことで余計にキラキラするようになりました。前からこれ気になってたんですよ。なのでリング付き買おうかななんて思ってたんですけど、決定的な、なんだろう、こう買おうって思うことがなかったので、今回こうやって買ったんですけど、ほら手にフィットしますよ、ね、これで落下防止できます。落下防止になりますね。そしてこのリングがくるくる回るので、左手右手そしてどの位置でもこう使えます、ね、使わない時は畳んどけばいいしね。そして真ん中に磁石があるので、こっちと、要はこんな感じでほらくっついちゃいます。でこのマグネットタイプ、まあこっちでもそうなんですけど、買わなかった一番の理由は磁石なんで、要は他のものに影響を及ぼすんじゃないかと。何か例えばカード類がダメになるんじゃないかとか、他の電子機器がダメになるんじゃないかなと思ってたので手が出せなかったんですけど、大丈夫だっていうことが分かったので今回こうやって買ったわけです。で本当なら車の中、ムーブの中でこれがやりたかったんですけど、今日はあいにくすっごい天気が悪くて、さっきから雷がじゃんじゃん鳴ってます。なので天気が落ち着いて、多分あんまり変わらないと思うんですけど、落ち着いたらちょっとこれしようかなと思います。とりあえずもうカバーはこれでしていこうと思います。こっち早くつけたいな。
はようございます。昨日の夜の雨と雷がまあ止むのは止んでますね。天気はあんまり良くないけど。ということで、昨日紹介したスマホホルダーですかね、これを貼っていきたいと思います。どこに固定しよう。今現在スマホ自体は別にこう固定するやつではなくて、こういう感じで置くだけのやつにしてます。なので充電のケーブルもここのシガーのとこから引っ張ってこうやって回してるんですけど、非常に見栄えが悪いです。しょうがないとはいえこういう感じで止めてたりするのがあんまり好きじゃないです。今回どこに置こうかなっていう話なんですけど、スマホ自体の大きさが結局あるわけじゃないですか。なのでまあこういうところとも思ったんですけど、ここだとメーターが見づらくなるし、ちょっと邪魔だなと。やっぱりここのシフトノブあたりかなと思います。人によってはですね、ここつけてありましたね。ここら辺使ってないところに、ここら辺につけて携帯がここにありましたね。やっぱりこっち側に置きたいなと。そうするとこれもちょっと外して綺麗になるかななんて思うんですよ。これを例えばこの辺りとか、この辺り、ここら辺とかどうかなと思います。悩む。そしたらですね、結局悩むだけ悩んで10分ぐらい今どこにしようって悩みました。であれこれやったんですけど、結局シフトノブのところにつけることにしました。はい、ここにつけました。なんか変なとこでしょ。でもですね、ここでも邪魔になったし、こっちも怖かったんで、一番邪魔にならなかったのがここだったんです。で本当ならですね、この状態で24時間このままにしてた方が両面テープの付きが良くなるんですよ。もう今の状態でも全然くっついてるんですけど、ちゃんとくっつけようと思うんであればこれで1日放置した方がいいですね。ただそのままそれだとどういう感じになるかが見せれないので、ちょっと今だけつけてみたいと思います。はい、こんな感じになります。これですね、シフトノブがギリギリのところまでをこう見てからしました。ここギリギリっすよね。で手もここそうそう当たらないんで、ここ握るならどうだろうと思いましてやってみました。もしかしたらね、角度ちょっと変えたりすると問題が出るのかもしれないんですけど、まあこれはこれでよしとしようかなと思って、これでしばらく乗ってみたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。